2024オートバックススーパー GT ラウンド6スゴー GT300 キロレース、さあいよいよフリー走行、まずは公式練習が始まっていきます。さて現在なんですが、気温は17度、そして路面温度は20度というスゴーです。今日の午後に万が一予選がですね行えるようなウェットコンディションでない場合、そうなった場合はですね、この午前中の、公式練習で出しているタイムが予選の順位として、反映される場合がありますよという、そういったですね、まあ、お達しが、実は昨日の段階で出ております。さて、レースコントロールから今で、レースダイレクターから各チームにやっぱりさっきよりも雨量は増えてますよと、十分気をつけて走行するようにという今無線連絡が出されているようですね。現在 GT500 でトップタイムをマークしているのはカーナンバー8番ですね、 ARTA シビック8号車、そして2番手にはカーナンバー100番のスタンレーシビック、3番手には16番の ARTA シビックということで、現在シビックが 1,2,3 という順位になっています。さあそこにカーナンバー39が今5番手で食い込んできました。4番手にはカーナンバー36の AU、 そして5番手にはカーナンバー39デンソーコベルコサード GR スープラ、これが今5番手に上がってきています。さあ GT500 トップがカーナンバー17に変わりまして、2番手に ARTA の佐藤蓮が2番手に上がってきています。3番手にカーナンバー8番の ARTA、 そして4番手にはカーナンバー36番の AU トムス、5番手にカーナンバー64番ダンロップのタイヤを履いているモデューロシビックタイプ R GT は大草力が順位を上げてきています。カーナンバー64、100号車の前に出ました。さあそして GT500 は64号車の大草力がトップに浮上しています。さあ来るのは誰か、カーナンバー36坪井トップだ、 GR スープラが再びトップになります。今度は36、カーナンバー36、1分27秒729でトップ浮上です。さあそして松田継夫がかなりタイムを縮めてきているようですが、順位を上げてきそうだ。カーナンバー24リアライズコーポレーションアドバンゼット、さあその前にカーナンバー19が上がった、23が上がった、そして24、そして12だ、トップはマレリインパルゼット平峰和樹。おっと8号車がコースオフしている。4コーナーカーナンバー8番4コーナーでコースオフをしていますが、ノーダメージでいけそうだ。さあそしてキーパーセルも GR スープラ大湯俊樹が猛烈にタイムを縮めている。さあ前には GT300 のマシンが最終コーナーで現れましたが、それでもアクセルを踏んできた。これはトップタイム塗り替わりそうだぞ。カーナンバー38番の今大湯俊樹トップだ。大湯俊樹1分26秒332。今カーナンバー38番の大湯俊樹がセクター1セクター2全体ベスト、そしてカーナンバー14番の今15番手の福住2レーがやってくる。福住2レーが大幅に順位を上げそうだ。カーナンバー14番セクター4に入っている福住2レーが帰ってくる。カーナンバー14トップだ。福住2レートップ浮上だ。さらにこの後今度は大湯俊樹が戻ってくる。そして19号車の今坂口瀬名が2番手、坂口瀬名は2番手になりましたがトップは奪えず、そしてインパルの今平峰が3番手、そしてトップ再び大湯俊樹トップに立ちます。現在ランキングトップの36号車坪井翔が今再びアタックを始めていますが、セクター2セクター3ちょっとタイムを落としました。やっぱり雨量が変わってきましたかね。コース上水しぶきの量が再び増えてきている感じがします。さあこのタイミングはちょっとやっぱり雨足強くなってきましたね。今グランドスタンドから放送席見ていてもですね、路面にかなりの今雨が打ち付けている、また状況に変わってきているのが変化が分かります。レッドフラッグが再び出ました。雨の量がやっぱり増えてきてますね。天候悪化のため、この後の走行については練習走行 GT500 の専用走行が残しておりましたが、走行終了が宣言されております。トップタイム GT500 では38号車キーパーセルも GR スープラ、2番手には14番エネオス X プライム GR スープラ、3番手には19番ウエッツスポーツアドバン GR スープラ、